いやあ、スタッツケースだよ。クレイジー英語ケース。視聴者さんからのリクエストをいただいたので、このスマホゲームやっていきたいと思います。このゲーム本当にクレイジーなんだよね。やっていけばわかる。クレイジーなんだよ。やっていきまーす。チュートリアル。これが例文です。これは何ですか？これはペンです。で、例文を英語で表しましょうっていう、そういう問題でございます。What is this? これはペンですだけ。This is a pen やね。空白の部分をタッチして、選択肢が3つか出てくるんで、その中で選ぶという、シンプルな感じですね。これはペンですの例文。やけん、This is a pen。今言った通り、一番下これ。って感じだね。これだけ見たらちゃんとした英会話のクイズなんやけど、中学レベルのそこそこそんなに難しくないやつやで。なんやけど問題はここからなんだ。問題はこんな感じであります。第一問、これはたかしですかって感じね。やっていきたいと思います。第一問、これはたかしですか。いいえ、それはゴキブリです。ゴキブリって言うたらこの右の女の子かな。たかしくん、お前何やったん、この女の子に対して。Is this たかし ?No。それはゴキブリですやけん。It's a クロックローチって読むかな、ゴキブリ。英語、まあ、多分これだろう。うん。ゴキブリ扱いされる男の子ってそうおらんぞ、お前。次。第2問、これはペンですか？見てわかりませんですか？舐められてるな、たかしくん舐められてるな、この女の子に。てかさっきの例文ではさ、ちゃんと答えてくれたのにさ、それはペンですって言ってくれたのにな、これは何ですかね。それはペンですって言ってくれたのにな、さっきのは幻想だったんかな。たかしくんのこの女の子に対する幻想だったんかな、さっきのは。これが現実だよ、たかしくん。これはペンですかやけん。Is this a pen? っていう、疑問形だよね。それにしたってさ、女の子が、たかしくんに対する女の子の目が厳しい。何やったんだろう、学校に。スカートめくりとかやったんかな。第3問、とても美味しいコーラですね。それは醤油です。たかしくん。醤油を口の中に入れて、これコーラやなって思ったの。どんな味覚のセンスしてんだお前は。ワンちゃん醤油味のコーラとか出したんかなって思ったんかな。そんなわけないだろうが。別の飲み物じゃん、お前。女の子やって止めればいいのにな。あれ醤油飲んでるよみたいな感じで止めればいいのにな。飲んだ後に醤油っていう現実を突きつけるからな。濃く、それは醤油です。それは醤油です。醤油ってどれやったっけな？ソイソースが醤油だったっけな？よっしゃ。第4問。今度の同窓会楽しみですね。同窓会あるんですか？はぶられてる。たかしくんはぶられてるじゃないよ。あれか。この女の子が、たかしくんのことを呼ばまいと、必死に遠ざけとったのをさ、この金髪の人の子がさ、同窓会の存在を言ってしまったん。はーい、金髪の子も、君、先般でーす、はい。楽しみ。あー、どれだろう、これ。クッキングじゃないな、一番下。ブッキングでもなさそう。ルッキングかな？ルッキングフォアトゥーで楽しみって意味か？よっしゃー、そういうことやな。同窓会に呼んでもらえない典型的な嫌われ者でないか、たかしくん。もうクラス単位で何かやったな、お前。第5問、あなたの名前は何ですか？なぜ言わなければいけないのですか？避けられてる。さっきのこの女の子が、たかしくんを見る顔がさ、すごい無顔なんよな。とても人のことを見るときの顔じゃないよな、この顔。もうちょい笑顔を見せてあげればいいのに。てか名前は知らんのじゃ。クラスメイトちゃうんか。あなたの名前は何ですか？ What is your name? これは結構常識っていうか、
よく聞く英語ですよね。次、第6問、お釣りはいりません。いえ、足りないんです。たかしくん、格好つき落としてさ。背中向けて手上げるやつやよ。たかしくん、かっこよくないぞ。あと、よく見たら、股間ちょっともこってるぞ。案外、女の子が、すごい存在に扱うことに対して、ちょっと興奮してるんじゃないのか、たかしくん。M なのか、君は。足りないの意味。not, not small, not price。一番上かな、これちょっとわからんな。あ、取った。これやな。not enos って読むかな、これ。これはちょっと俺は知らんな。たかしくんのどんどん悪人っていうか悪いやつみたいな感じ。第7問、あー悩むわ。どっちの双眼鏡が似合うかしら。この時代アイドルってたくさんおるけどさ、いろんな種類がおるけどさ、双眼鏡系アイドルとかよ、初めて見たよ。工事現場でライブするんかなお前。てかアイドルだったんかな。こんなん持ってデート行ってみ、おお、うんってなるよみんな。けど可愛いから許すとはならんと思うな俺は。似合う、Looks at me. Looks better on me. Looks down on me. 似合う？どれだこれ？一番上かな？あ、違うんだよ。これ知らんな。Better on me なんかな？あ、Better on me なんだ。あー、Better って比較級やけどさ、これも比較級使うもんなんじゃ。英語の勉強にはなりますね。第8問。みんな昼頃集まる予定でしたが、私の集合時間だけ朝4時5時でした。これちょっと前に流行ったやつだろお前。おい。ハブられとる。タカチ君が本格的に言ってハブられとる。でもこの笑顔。正午、昼頃の英訳は正午だろ、昼頃正午やっけ、アットヌーンやな、うん。空中洗濯機持ちいい。第9問、昭和図でもないのに股間の写真撮ったの。この金髪の坊やもさ、なかなかちょっとクレイジーなことするなお前。てかさ、正月を何だと思ったよお前、正月を愚弄するなお前。正月だったら子供の写真撮ってるっていう常識はお前の中じゃお前。世間一般ではそんな常識ないからなお前。写真を撮る。take a photo、 talk a photo、 make a photo だろ。 talk、 一番上の talk はちゃうよ。で、 make も作るって意味やけどちゃうな。 take、 写真の場合は take を使います。第10問、消しゴム落ちたよ、もういらないからあげる。これはあれですね、お前が触ったものなんか欲しくもないわってことだ。さっきこの女の子さ、たかしくんに対する目がね、もうちょい笑顔を見せてくれればいいのに、ね、女の子。もう無別の笑み、笑みではないけど。消しゴム落ちたよ、 Your eraser fall feel fail、 落ちたよ、過去形か、これかな？いやな、フィールが過去形じゃん。オッケー。第11問、あそこにいる全裸の男は私の父です。自慢するな、お前。隣の金髪の子もまじまじと見るな、お前。何の自慢にもならんからな、それ。全裸の男なの？全裸の男の部分かよ。ネイキッドマンだな。たかしくんのお父さんもクレイジーだったわ。もう高橋くんの一家がクレイジーな気がしてきた。第12問、優先席付近でのドラムのセットのご使用はお控えください。しないよ。知るやついねえよ、他に。高橋くん、キレッキレ。メモリアル、一番下違う。プライオリティ、プレミアムシートやな。あ、ちゃうんかい。あれ？プレミアムはあれか、なんだろう、まあ いや、プライオリティだったり。第13問、
お待たせ。早速行こうか。その前に下を履いてください。女の子初めて笑顔を見せると思っとったら下半身が裸の時かよ。後ろの人がえー、って顔しとるしな。警察おるぞ。高橋くん逃げろ。高橋くん逃げろ。その前にアフターではない、アフターは後って意味やけん、ビフォーロングかビフォーザット、その前にそのがあるけんザットかな。オッケー。高橋くんか、うん、そんな象徴せんでもいいけ、女の子に対して。第14問。あー眠い、何もしないから休んでいきませんか。絶対やりますねそれ。だから女の子も、ほぼ女の子ってさ、よく高橋くんと二人っきりで散歩行くようになったなお前。ちょっと警戒心解けとるけどさ、警戒しちゃあかんタイプの相手やけんな高橋くんは。私は何もしませんの英語、I can't は、can't はできないやけんな。haven't はしなくてもいいやけん、I want to do かな。うん。女の子もほぼちょっと高橋くんに心惹かれ始めてきたんかな。第15問。トイレに行きたかったのですが、もう必要ありません。やめろお前、そのオーラみたいな感じで匂わせてくるのやめろお前。真顔でおるなお前。性格配慮ズボンがおしっこまみれになっちゃったの。何々に行きたかった、行きたかったかってことは wanted to go to やね。 wanted っていうのが行きたかったって意味になります。よし、やりたかったか。第16問。たかしくんのお父さんは道端に軍手を落とす仕事をしています。それお金になるんかな、どこに需要があるんだお前それに。軍手、ワークグローブ、リーダーグローブ、ラバーグローブ、ワークやね。よし。第17問。このことはみんなには秘密にしてくれる？もちろん。その代わり、わかってるよね。やめろ。ズボンを脱ぐなお前は。ズボンを脱ぐなお前は。黒いパンツを見せるなお前は。もうあれだ。もうこれは女の子がこの高橋くんに対しては逆らえませんね。クレイジーなことになってくるよ、ここから。俺、女の子もクレイジーな餌食になってくるよ。もちろんはビコーズ。あれ、ビコーズじゃなかったっけ？オフコースじゃ。間違えた。ビコーズは理由やけんね。オフコース。第18問。おやつは300円までだぞ。先生、タバコはおやつに入りますか？先生、注意しなさいよ。まあ、あれは多分、タバコの形のシガレットだからね。まあ、そういうお菓子も昔流行ってたからね、みたいな感じの思っとるかもしれないけど、絶対煙出るからね、お前。煙出とるからね。あと、絶対発光できない感じの座り方してるからね。真後ろからプレッシャーを感じてるだろう。この女の子。でも、逆らえません。なぜかって、花瓶を割ってしまったからだよ。タバコは、シガレット。第19問。母さん、ドアを開けるときはノックしてって言ったでしょ。たかしくんはどんなエロ画像で抜くのかな、君は。股間を押さえちゃって。言ったでしょは。Take you, make you, told you, told you。Take の過去形になるかな。第20問。私は気が弱いので、チェンジを言うことはできなかった。ファイト、ベッドの上のファイトって高橋くんさ、小学生ぐらいかなと思っとったけど、バリバリこういうところ行くって18歳超えとんかな。18歳超えてこれはちょっと厳しいぞお前。私が気が弱い。どれなんだ、 I am timey とかな。うん。第21問。HB の鉛筆より 2B の鉛筆の方が美味しかった。まず食べませんからね。鉛筆の形のチョコレートとか売ってますけど、それとはまた別が話だからね。こんなん食べるの高橋くん、何もないの高橋くん、高橋くんの家の冷蔵庫は何もないの。何々よりベターザン比較級ですね。怖
こんなんに比較級使われてたまるか、お前。比較級に謝れ。第22問。日差しが強いからちゃんとパンツをかぶってきなさい。わかってるよ、お母さん。お母さんお母さんわ、わかった。今のでわかった。たかしくんがこういうね、クレイジーな性格になったのはね、多分、両親の影響だと思いますね。まず、両親の常識っていうか、もう、寝ちまがってる感じがしますね、これは。分かっているお母さんと言ってしまうと思うんだ。共有不上の問題なんだろうな、もう、これは。なんだこれ。I know, new かな?へぇ、彼が?うん。全問制覇!おめでとう!やめろ、隠すな!